でも僕が見たら結婚ということはすごく美しいなこと思ったこととかはやっぱり実は結構あって、どうも、今回アートオブマイライフケビン、フィーチャリング K に参加してもらいましたアーティストの K です。お願いします。はい、ソロデビューしたユキスのケビンです。よろしくお願いします。K さんのようにどうすれば歌が上手くなりますか？その歌唱力があるって思ったことは実はなくて、はい、なんかこうその自分の作品を自分が一番最初に歌うわけじゃない、要はカバーじゃないからオリジナルなんで、だからこう自分なりのこの正解っていうか、この楽曲はこれだっていうものを出さなきゃいけないんで、例えば歌詞書いて曲書いて、きっとこの主人公はこういう人間だっていうのを自分なりに描いて、こういう表現がいいとかはなんか後からついてくるような気がして、なんかその逆だと思う人ももちろんいるんだけど、基礎をきっちりやってのも大事だと思うんだけど、なんかこう世界観をまず 作れば後からこう自然とこう来る感じがしますけどね。もともと生まれてから歌がうまかったんですか？いや全然、努力で。努力なんですけど、うちの親父が歌がうまかったので、うちの兄貴も歌がうまくて、じゃあ家族がちょっと音楽のそう好きだったんだけどね。好きな家族なんだ。で俺がその中では一番下手で、で俺より下手だったのはうちのお袋が一番下手だったの。親父、兄貴、俺、お袋って、まあ、この順番どうでもいいんだけどピアノが好きでピアノ弾きながら歌えたらいいなっていうところから練習してたら、まあこうなったっていう。でもなんかトレーニングとかしたわけじゃなくて、ボイトレとか、そうなんかこう人の真似してたりしてるうちに、まあこうなった。ケビ君は どういう風に始めたの、その歌？僕も好きなアーティストがあって、ずっとこのアーティストの曲を聴いたり歌ってみたりしました、はい。そっか。アメリカでクリス・ブラウンとかニオ、はいはい、ニオが本当に好きなアーティストでした。僕は成功でちょっと恥ずかしくて、積極的な性格じゃないから、僕とちょっと似合う女性はどんなタイプという、と思いますか？経験があるお姉さんがいいかなとか、妹ね、妹、年下ね、年下を付き合って僕がもっと男僕なる。両方経験するのはいいですよね。引っ張ってくれる人と経験してみるのも。まあでもケビン君はうまいことこうケビン君をこうまとめてくれる人がいたら最高ですよね。なんか今のケビン君はなんかこう引っ張ってくれる人が必要なんです。なんか合いそうな気がする、うんうんうん、なんかそこにこうちょっとこう甘えられるっていうか、外でお仕事で疲れてたものをこうぐいぐい引っ張ってもらって、そこにこう落ち着くっていうのはなんかいいかなって思いますけどね。はい、ありがとうございます。どう？24歳じゃない？はい、24歳です。で、その結婚っていうものってさまだまだ遠い感じする？うん、そうですね、まだまだ遠い。いつか結婚はしたいんです。あ、結婚願望あるんですよ ね。したいんですけど、いろんな経験もしてちょっと余裕になったら、余裕があったら結婚したい。でも僕が見たら結婚ということはすごく美しいなこと。その結婚してなんかこう思ったこととかはやっぱり実は結構あって、まあ自分の親父だったりお袋だったり、きっと僕にこういう思いでね僕を育ててくれてたんだろうなとか、そういう、こう自然とこうふとした瞬間に、あ、こうやって怒るタイミングが来るんだろうなって、あの時ああ怒られたのできっとこういう思いで俺を怒ってくれたんだろうなと か、いろんなことにやっぱこう気がつく瞬間が結構あって、結局こう鏡みたいなもんで、ね、
だから結婚っていいなっていうのはもうただ単にその家族ができて幸せっていうだけじゃなくて、うん、まあ、人生 の, その次のステップっていうか、何かこうつながっていくっていう感じを感じるっていう貴重な経験でしたね。でもいいですね、仕事をして、うん、またお家に戻ったらね、子供もいて、ね、かわいいよ、かわいいし、じゃあ、僕はじゃあこの前10周年、去年が10周年だった、10周年でもうすぐ8周年だもんね、韓国でデビューして、はい、どういう、まあ、大人になりたいっていうか、まあ、どういうミュージシャンになりたいっていうのもいいですし、そんなのある？はい、やっぱりありますね。僕はずっと音楽をしたいなんですが、今はアイドルの活動をしているんですけど、今回のソロデビューもやったし、まだ見せなかった音楽を挑戦したり、いい音楽でまたファンの皆さんに歌いたいアーティストになりたいです。圭さんは未来の僕はその日本で音楽をね、まあ、もちろん韓国でもデビューしたんだけど、日本に来てまあ、ちょっと夢があって、その、まあ、ちょっと大げさかもしれないけど架け橋みたいななりたいっていう、まあ、それこそ音楽ってさ、その言葉もいらないし国も関係ないし、はい、国籍で肌色関係、出身地とか関係ないじゃない、うん、やっぱ歌ってるあの瞬間4分5分は、うん、もう誰もが楽しめるし誰もが泣けるし、だからそういうものをやっぱりやることによって、その、まあ、人と人をこうつなげることは多分エンターテインメントの力でできると思うんですよ。なんかそういうものをしっかり、それが最初の夢だったんで、それをしっかりつなげていくミュージシャンになれたらなっていうのが、まあ、僕の夢っていうか、そういう人、そういう立場になれたらなって思いますよね。Thank you.